制限時間は30秒です。時間内の正解を目指しましょう。それではスタート。問題、クエスチョンマークに入る数字は何でしょうか？わかりましたか？もう少し考えたいという方は一時停止してくださいね。では正解です。わかった方はコメント欄で教えてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いしますね。